週刊少年マガジンにて絶賛連載中。累計220万部突破の大ヒットコミックが、俺アニメになってんじゃねえか。というわけでついにテレビアニメ化決定。7人の魔女を見つけるまで退屈なんて言わせないで。吉川美希原作の大人気学園コメディ、山田くんと7人の魔女、2015年春放送開始。